南モンゴルです、南モンゴルから参りました、私たち南モンゴル人、モンゴルの一部です。一部であるべきです。しかし南モンゴルというと今のモンゴル国じゃなくて中国に侵略されたモンゴルの一部です。日本人の方々まだそこまではっきりご存知ではないかもしれません。しかし前世紀の前半、我々南モンゴル人は自分たちの独立のため半世紀以上も戦ったことがあります。それに日本人の方々も我々と肩を並んで我々の独立を応援した支援したこともそういう歴史もあります。本日の、日本で私たち今現在の南モンゴルの現状を訴えたいです。今日は5月9日日中韓3カ国の会談を行っている最中です。中国から中国の首相である李克強が来ています。彼は一国の首相としてこの南モンゴルで行っている植民地支配をぜひその姿勢を認めて我々南モンゴルに謝るわけであろう。我々のこの60数年間の中国共産党の弾圧の下で苦しんでいるモンゴル人に謝るべきであろうということで、我々は午前中に中国大使館内で抗議を行いました。今現在渋谷に来てここで今の皆様に南モンゴルの現状を訴えております。日本人の皆さん、南モンゴルは今は中国の中で内モンゴル自治区と言われています。実はその内モンゴル自治区より広い地域を我々は南モンゴルと言っています。中国は我々モンゴルを支配し始めた後いろいろ約束をいろいろ公約をしてました。しかしこの70年間の間それは全く嘘であろう。約束してた全てのこと全くその逆のことをやってるということを今日私たちはこの日本で訴えたいです。中国できてからここで行った都市改革反腐敗運動、これに文化大学も今やってる解放改革にもこの数十年間の間我々の南方の人をいっぱい弾圧して約束しました。たとえ文化大学の間我々の南方の人を50万人も逮捕してその中から10万人も殺したんです。その時我々南モンゴル人の人口は150万しかいなかったんです。その10万人の中で一人殺しているということです。日本人の皆さん考えてみてください。この1億2000万人の日本人の中から100万人の人を殺しているのと同じことです。我々モンゴル人にどんだけひどいことをどんだけ残酷なことをやったということをどうするんですか。文化大学の後でも我々のモンゴル人にモンゴル人のこのこれらの昔からの暮らしてた草原中国人の業者中国製
モンゴル語の授業を禁止して中国語の授業をやってるんです。そういうことをやってる中国と会談して日本の国益に、日本の国民の利益になるのでしょうか。そういうことを理屈こそ話してどういう結果になるんですか。皆さんぜひ考えてみてください。中国今はちょうどアメリカと防衛戦やってるんです。それでますます負けていてるんです。中国の GDP は最近何年か2桁から落ちてきて、その中でも最もあの GDP を上げてるのは我々南日本プロの大先輩を取り続けてることです。そこからしかしなお奪い勝つなってることです。それを我々南日本プロ人にその背を触れて、モンゴル人が放牧をやりすぎなりすぎた、だから放牧を禁止するわけであろうと、我々の放牧を禁止してるんです。それならそこで掘ってるこの地下水の流れですではないですか。そういうことをもっとやりすぎてるんです。でそこでやってる農業をやめるべきではないですか。そう、現在移住させてる中国人を返すべきではないですか。それはやってないです。ですから南日本プロのこの波乱のない旅、日本まで飛んでくる黄砂を日本人はよく知ってると思います。南モンゴルを知らない日本人も黄砂を知ってるでしょう。その黄砂はどこから来てると思いますか。我々は南モンゴルがやっているんです。それは誰のせいですか。モンゴル人のせいではなくて、その中国共産党政府の政策を、中国共産党政府の政策のもとで官民力をいっぱい移住してきた政策を、そのせいである、その我々の大草原を掘り続けているのせいであります。だから我々の南モンゴル、そしてウイグル、そしてチベットでやってるこの植民地、韓国の植民地政策を今中国はその一帯一路というプロジェクトを出して、その経験をアジア、東アジア、アジア、そして世界中に広めようとしてるんです。もしそういう一帯一路の一路政策を広めるんであれば、いつの間にかこの日本、そして台湾、そしてインド、東アジア、西アジア、それでヨーロッパまでこの中国の支配の中、もとで苦しむことになるんです。そういうことを日本人の皆さん望むんですか。ですから私たちこの中国と共産党政府の一緒であろう、後ろであろう、中国を来日した際をこの南日本の現状を訴えながら、中国の残酷な独立政策を訴えてます。皆さん、この自由民主的なアジアの平和のため、この自由な世界のため、世界の平和のため、皆さんぜひこの中国の拡張侵略を阻止してください。一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。渋谷の皆さん、お騒がせしてすいません。こんばんは。今私の両隣とこちらにいらっしゃるのは南モンゴル人の方々です。日本にモンゴル人って結構いますよね。モンゴル料理屋さんもよく見かけると思います。でも日本でモンゴルっていうと、どうしても白宝石とか、モンゴル国から来たモンゴル人を思い浮かべる方が多いんじゃないでしょうか。でも実はモンゴル国から日本に来ているモンゴル人より、南モンゴル、いわゆる中国の今ダンアフカにある1万モンゴル地区から来ている南モンゴル人の方が、この数10倍ぐらい日本にいるんです。ですから皆さんの周りにいるモンゴル人は、もしかしたら南モンゴル人かもしれません。そんな私たちにとっても身近な
南モンゴル人の人々が今日本で訴えられています。ぜひ一言お願いします。皆さん、こんばんは。この仕掛けは南モンゴル人でございます。いわゆる中国では内モンゴル人を追う地域から来日しました。私だけは今は国籍はね、中国の国籍を持ってますが、これは中国共産党は今から60年前南モンゴルをいわゆる内モンゴル自治区公用を最大の政府を作って南モンゴルを侵略したということでございます。今は南モンゴルでは何を起こっていますかというと、南モンゴル の草原、綺麗な草原が中国共産党の開発政策により今は掘り出されて土手盛りをいっぱい作られて、スポンサーがいっぱい飛んでます。農耕をやりすぎて草原が破壊されてます。南モンゴル、モンゴル人の伝統的な生産方式、遊牧も禁止されております。モンゴル語すら禁止されてます。モンゴル学校は愛好されてます。完全に民族と強化政策は進んでおります。このまま行くと南モンゴルではね、南モンゴルの地域ではモンゴル人が絶滅する、こういう結果になります。今の皆様よくご存知と思いますが、南モンゴル人は50年前、60年前からも日本人の応援もいっぱいいただきました。モンゴル人が自由のために、自分の独立を獲得するために、日本人の皆先輩たちとも肩を並んで戦ったこと、歴史もあります。ありがとうございます。今お話しいただいたのは、南モンゴル国部隊、連絡部隊、連絡国部隊の副隊長の渡辺明夫さんでした。続いて同じ副隊長の村健さんからも一言。皆さん、こんばんは。忘れて来ていただいた方々に心から感謝しています。先に言ったこと、我々南モンゴルで本当に行っていることなんです。今の言ったことをやり遂げるために、皆さんの温かい心、支援を必要となっております。よろしくお願いいたします。今お話しくださった鶴銀さんですけれども、こういう活動、つまり中国共産党によって弾圧されている現状、環境破壊の現状、人権弾圧の状況を訴えている活動を始めました。そうしたら何が起きたか、ムルゲンさんはもともと中国本土では、教師の学校の先生だったんですけれども、わざわざですね、中国当局はそこの学校の教師の名前から削除しましたというページを作って、そして同じく中国本土にあった彼の家ですね、財産を没収しました。中国政府に批判的なことを言うと、もちろん記録も抹消され、財産も奪われるんです。家も奪われました。そして、日本であたる年金に当たるみたいなんですが、そういう手当があるんですね。それも、奥さんの分も、全て奪われました。今歩いている中で中国からの留学生の方もいらっしゃると思います。これを普通だと思わないでください。こういう話するとモンゴル人の人も言うんです。反政府運動をやってたらこりゃそうなるよねって。でも例えば我が日本で安倍政権の批判したら家没収されますか？食材奪われますか？年金奪われますか？そんなこと起きたら大問題ですよね。それが隣の国中国なんです。でも中国人もモンゴル人もチベット人もウイグル人もみんな奪われるの
も当たり前だと感じてきている人々が最近増えてきています。政府に意見を言ったら処罰される当たり前じゃないかと、そういう認識が普通に思ってるんです。でも日本に来ている中国から来ている皆さん、ぜひ覚えてください。当たり前じゃないです。間違ってますよそれ。だからその認識をぜひ日本で知って帰ってみんなと共有してください。その力が中国政府を、中国を変える力になります。ぜひよろしくお願いいたします。皆さん、今南モンゴルの皆さんからアピールをいただきました。本当に皆さん、これを私たちは、ああそうかい、じゃあ頑張ってねと、それで済ませていいんでしょうか。そんな日本人はいい加減な無責任で、人の苦しみや命に関わる問題まで弾圧を受けた同じアジアの友人たち、こういったものを平気で見捨てて、はい頑張ってください、うちは関係ありません、こんなことを言えるんでしょうか。そんな情けない国民なんでしょうか。何が民主主義だ、何が平和だ、口で平和や民主主義を言うことはいくらでも言えます。しかし本当に今お話になられたように、政府に反対すれば年金没収、財産没収、こんな国が隣の国の中国であります。彼女が言っていたように、安倍政権を批判したら年金がストップして家屋敷を全部取られる、これが当たり前ですか。こういう目に現実に自由と人権が侵されている。そしてウイグル人はひげさえ気をつけたらテロリスト呼ばれされる、イランモンゴルの人たちも同様であります。こういう現実を日本人は見なきゃいけない。日中韓の首脳会談があったから平和の道が開かれた、冗談じゃありません。だから中国はマスメディアや様々な人間を使ってスキャンダルを連発しながら安倍政権打倒を日本のいわゆる中国の手先たちに行わさせているわけであります。本当に騙されちゃいけません。こういう今日本の恐るべき現状を様々な形で私たちは訴えております。ぜひお聞きいただきたいと思います。続きまして、軍事論家の梶俊樹さんにお願いしたいと思います。本日日中韓3カ国による首脳会談が行われました。またまたの迎賓館で行われたわけであります。日中韓3者首脳会談は実に2年半ぶり、東京で行われるのは7年ぶりのことであります。自分の論調を変え、お方よかったよかった、他国で会談でよかったという、まあ、本当に好意的なものに満ちております。しかし日中韓この首脳会談は一体何のために開かれているんでしょう。今までも一体何のために開かれていたんでしょう。それは言うまでもありません。中国の拡大、中国の拡大の地域を正当化するためのそのために設置された会談がこの日中韓首脳会談です。中国は元々は中華人民共和国、それは共産主義独裁体制の国です。今でもそうです。国家はそうでした。そして次はアメリカとも対立し、そしてソ連とも対立していた。そのような中国が改革開放路線だ、民主化なんだ、
そういうことのスローガンのもとに拡大を続けてきた。これが平成になってからの市中関係の実態です。ですが現実は経済は確かに成長したかもしれない、かもしれないというのは、単に移民を搾取し、そして自家資源をどんどん掘り起こして環境汚染をした結果の経済成長に他なりません。そしてまたそこに西側の日本もアメリカもそしてヨーロッパも中国に投資してくれる、投資する経済成長をすれば中国は改革開放を進み、やがて民主化されていくんだというようなスローガンのもとに我々が投資を続けてきた結果がこの中国の経済成長であります。そして今や中国は世界第2位の GDP を誇る経済大国になった、このような状況になってきている。この中国の拡大支持を東アジアで深めようじゃないか、このような趣旨です。東アジア共同体を作ろうという趣旨です。もともとこのような形で持って出てきたのがこの日中韓首脳会談の実態だったのであります。ですからもちろん今までの一つがあるからこれをやめろというわけには基本もいきません。長い話だから今回は北朝鮮がテーマにした、北朝鮮の非核化に関しては必要という主張の成果は出ましたが、同時に今中国は日本に一生懸命すり寄ろうとしています。日中関係の改善が進んだ、マスコミはそういうふうに言っています。なぜ日中関係を改善しなければならないんですか。それは中国が今やった経済成長の結果、非常に経済に無理な構造が出てきている。一帯一路という政策を取っています。基本的に言えば中国の資金をどんどん各国に貸し与えていって、そうするとやがて返済が不可能になってしまう。返済が不可能になったらば、じゃあ抵当として軍港を取ろう、港を取って中国の軍港にしよう。それが中国の一帯一路の実態であります。ですがこのやり方が徐々に無理を生じてきた。本当にお金が買い戻ってこなくなってきて破綻しかけている。中国の経済システム、経済成長がお前は限界に来てしまっている。伸びない状況になっている。さあどうする、ここでなんとか日本に助けてもらいたいというのが、これが中国の本音なんです。一帯一路が破綻しかかっている一帯一路をなんとか日本の資金でもってこさせよう。これが一帯一路の中国の狙いです。そして韓国の文在寅大統領やってまいりました。まあ、韓国は北朝鮮の非核化に向けて努力をしています。まあ、それは認めましょう。ですが北朝鮮はただで非核化なんかするわけはありません。北朝鮮が欲しいのは何と言ってもお金です。巨額のお金が欲しい。だけど韓国はそんな出す金はありません。アメリカも出すつもりありません。残りはどこですか。日本しかないんですよ。北朝鮮が日本しかない。だから日本のお金を韓国にだからそういうことを言ってるわけですね。なんとか日本から支給出せないだろうかということで、韓国の文在寅大統領も日本にやってまいりました。みんな日本のお金が出ない、そればっかりのいつも魚が出ている。まあ、ですからこれはここだ、安倍総理の出し渋って日本の要求を本能の中国に対しても韓国に対しても言っていると思います。そしてさらに言えば北朝鮮に対してもアイナだけはしない、制裁はアイナを下さない、完全に核化を実現し、そして拉致問題を解決すれば、まあ、資金の問題には応じよう。
という形になってきているというのが、これ全体の事情であります。中国が今やっていることは、明確に帝国主義政策であります。かつて19世紀、帝国主義の時代が確かにありました。当時、イギリスはなんと世界の4分の1、世界の領土の4分の1を自国の領土にしてしまった。圧勝なんですね。世界で最大の帝国を築いたのはイギリスです。大英帝国、大英帝国まさに圧勝でした。19世紀はそういう時代だったんですね。ですから、どこもイギリスの皆の言うの通りにやろうと。ということになりまして、世界帝国軍が現地に走りました。その結果、戦争になったんですね。大世界大戦という戦争になりました。お互いに大世界大戦の結果でした。まさに国民の共同性が戦争になってしまう。それはもうやめようよ。ということが、第二次世界大戦の結果になったのであります。中国のものというのは沖縄によって中国の国内でおかしいわけです。
から当然の時は起きることです。そういう順序になっているんです。今は中国は沖縄にもどんどん進出していますが、それだけじゃありません。奄美大島にもあなたに移行先を作ろうと計画をしている。奄美大島は沖縄にありますので、鹿児島県の領土獲得であるのを決めようとしている。そして北海道もどんどん買い占めています。それだけじゃありません。オーストラリアもどんどん買われているんです。さらに言えばアメリカも今どんどん、中国はどんどん土地を買い占めているんです。土地を買うのはもともと自由です。外国人だって土地が買えるというのはそれはいいことですね。本来自由新中国としては当然それは認めましょうと。外国人であってもそういう権利は認めようというふうに考えていますけれども、問題は中華人民共和国、中国共産党はしばしばここに中国人がスーパーパワーを作り、そしてさらに言うとそこを左方向にして、これで僕に大変方言の国を作ってしまう。そういう政策を中国共産党は持っている。大変方言にするということは、単にその土地を自由にして国を取りだけではなく、実際には領土を取る、領土を奪うという行為を行いません。そのようなことをしているのが現在の中国共産党、この共同体の実態なんです。我々としてはこのような中国のあり方は絶対に認めるわけではない。単にウイグルやチベットやモンゴルの人たちの心に同情するだけの話ではありません。あるいは台湾の危機に同情するだけではありません。我々自身の現在の今の世界の自由と平和がまさに脅かされようとしているというこの実態において、我々はこの中国の拡大主義、拡張主義に断固反対しなければならない。このような趣旨で本日ここで活動しているわけであります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ただいま演説をいたしましたのは、軍事評論家の梶俊樹さんでした。どうもありがとうございます。皆さん、こちらは人の上国民運動組織がんばれ日本全国行動委員会でございます。本日は多くの日本にいる、在日アジアの皆さん、アジアに自由と平和とそして人権を命がけで戦っている多くの皆さんと共に、私たちがアジアに本当の意味での自由と、人権、そして平和をもたらそう、そして何よりもアジアの平和を脅かすもの、これが中国共産党一党独裁政府であり、そして北朝鮮である。今日本だけではなく、アジアは台湾という私たちの兄弟なんです。そして国内においても中国のチベット、あるいは東トルチスタン、ウイグルですね、そして南モンゴル、今日はとりわけ南モンゴルの皆さんから、本当に熱いアピールをいただいております。こういう皆さんが本当の意味での自由と人権を取り戻すという戦いのために、渋谷で街頭演説会を行っております。しかし、その力を実は皆さんお願いします。明日には北海道にも行くということを聞いていますが、覚悟は深ましくこの日本と土地を埋めたものだと私は思いました。なぜかと言いますと、中国共産党は日本の主要都市全てに向けて中距離核弾道ミサイルを向けているのです。そしてそれだけではありません。日本の固有の領土である尖閣諸島を領海侵犯しています。そして北海道をはじめとする水資源、土地を中国の資本がどんどんと買い取っているという現状があります。中国は日本にとって友好的な国とは言えません。富やパンダにばだまされてはい
は反日教育を受けていますし、国家を挙げて反日を掲げています、政策として掲げています。そんな敵性国家中国に対して、私たち日本国民はその現実をしっかりと受け止めて、その上で中国というもの、中国人というものと向き合っていかなくてはならないと思っています。中国は隣の日本の一番の友好国台湾にも軍事的武力の威嚇を行っています。台湾総統府の実物大の模型を作り、そして実物大の建物を実際に軍事シミュレーションとして襲撃をするような映像を公開して、台湾の人々を威嚇しています。これはよもや台湾が中国から独立なんかすることは許さないという脅威を植え付けることでありますし、そして台湾は中国の領土の一部だという中国の嘘のプロパガンダを世界に広め、近い将来台湾を本当に併合しようと、そういった目論見を見せていることに他なりません。中国は近畿とアジアの諸国をただ威嚇するだけではありません。現に内モンゴル自治区と言われる南モンゴルは、先ほども私たちの友人からたくさん貴重なお話を聞かせていただきましたが、文化大革命の中国が行ったその10年間に数万人ものモンゴル人だというだけで、その数万人もの人々が逮捕され、恐ろしい拷問を受けて殺戮されているのです。そしてチベットでも同じように、チベットの豊かな資源を奪いたいという中国の強欲によって、120万人ものチベット人が虐殺され、弾圧を受けて今も苦しんでいます。そして新疆ウイグル自治区と呼ばれている、それは中国が呼んでいる名前ですが、東トリキスタンもひどい目に遭っています。1964年から1996年にかけて32年間の間に、まさに46回もの核実験を行っているのです。ウイグル人の人々は約70年もの間、中国から民族浄化を受け、核実験だけではなく生物実験なども受けて、長年虐殺を繰り返されています。結婚適齢期を迎えているウイグル人の女性は、今までに30万人から50万人もの人が中国に強制的に連れて行かれ、中国で働かされ、中国の男性、つまり漢民族の男性と結婚させられているといいます。そしてウイグル人の男性も中国に連れて行かれて、ウイグル人は今までに500万人から800万人もの人たちが削除されたと言っています。これを現代のホロコーストと言わずして何というのでしょう。この人たち、こういったウイグル人に対する中国の政策の傍ら、同時進行として、中国は臓器移植の手術を大幅に増やしていました。これはカナダ人の弁護士とカナダ人の元大臣の人がいろいろと調査した結果によるものなんですが、この臓器移植というものは、もともと世界各国で申請をしてから手術をするまでにすごく期間がかかるものな、待機期間がかかるものなんですが、例えばカナダでは2500日、アメリカでも1800日とかかるものなんですが、中国ではなんとたったの15日、もっと早ければ数日で手術が行われるといいます。そして件数も世界で群を抜いていて、まさに年間6万から7万、そして無認可の病院を合わせるとなんと10万件もの手術が行われているというのです。その臓器の出所はどこなのでしょう。中国政府ははじめ約2000人ほどいる死刑囚の臓器を取ったと言っていましたが、その死刑囚の臓器を取るというのも人道的にどうかと思うんですが、たった2000というものと10万という件数が全然合いません。
それでそのことを国際社会から指摘された中国は、今度は約1万人の同時提供希望者によるものだということを公表しましたが、それでも全然矛盾が消えません。これはおそらく調査の結果、チベット人やウイグル人、そして中国の古来の思考、高人口の学生者、その方たちも約2000年頃から中国によって名前を付けていましたが、こういった人々が同期の提供者になっているのではないかと可能性が高くなっています。そして中国は自国国民も天安門事件で虐殺しました。多くの虐殺が全く未知だったにもかかわらず、もう民主化を訴えた学生に対して中国は武力弾圧、中国政府は武力弾圧を行ったのです。このような恐ろしい実態をまず日本国民は真実を知るべきです。そしてこういった中国をここまでにかかわらせてしまったのはまさに日本のせいだ、日本国民にも責任があるということをしっかりと自覚するべきです。1979年から日本は中国に ODA を与え続けています。中国がここまで軍事的に強大化したのは日本の援助があったからであります。日本の今のこの私たちの上空には中国の宇宙ステーションが張り巡らされて、宇宙からもサイバー攻撃などで中国が日本のことを狙っています。中国こそが軍国主義国家です。帝国主義国家です。侵略国家なんです。日本では日本のことを中国はそう言いますが、全く真逆です。そしてそんな中国が今とても恐ろしいことに、大気汚染で PM2.5 という日本の国民にも被害を与える、その大気汚染のそのしりとりまでもが日本がしているのです。 ODA で100億円も捻出し、その PM2.5 の後処理を日本がしています。これは一体どういうことでしょう。日本はどうしてここまで屈辱的なことを中国に対してしなければならないのでしょう。私は憤りを感じます。中国の留学生の問題も大きいのです。日本の若者が太陽の奨学金さえ受けれず、大学院進学を諦めている人が多く、また太陽を受けたとしても長年多額の奨学金の返済に苦しんでいる若者が多いというのに、中国人留学生は約260万ものお金を年間日本からもらっているという現状です。そしてその中国人留学生を今後30万人にも増やすという政策を日本政府が行おうとしています。私たち国民の日本国民の節税で賄われている、そんなことが許されていいのでしょうか。絶対に許されることではありません。そして日本国民の国民健康保険も中国人が見過ごしているという実態があります。がんなどの高額医療を中国人がどんどんと使っている。そして制度の不正を中国人が行い、一旦中国に帰ってそこで入院したかのように見せかけて詐欺の申請をして不正の料金を取ると、そういったことまで行っているので、こんなことはとても許されることではありません。安倍総理が独裁者だと反日勢力が言いますが、本当の独裁者は中国のトップ習近平氏でありますし、ナンバー2は今日本に来日している李克強首相です。このことを私たちはしっかりと認識しなくてはなりません。首相外交に惑わされてはいけないのです。私たち日本国民が本当に心を寄り添うべき隣人、中国共産党に苦しめられ弾圧を受け、そして脅されているこの隣国の友人を私たちは本当に忘れてはいけない、守らなければいけない立場にあります。そのためには日本が軍事的に強くならなくてはならないのです。日本が軍事的に強くなって初めて世界の平和と安定が保たれるのです。私たちはこのために憲法9条の改正を何としても実現させなければいけません。本当に日本が自衛権を行使し、そして自衛隊という尊厳の矛盾の根源になっている憲法9条2項を削除する、それを何としても実現させて、この
中国の脅威に立ち向かっていかなくてはなりません。私たちにはすべきことがたくさんあるのです。このことをどうかこの渋谷にご通行の皆様真剣に考えていただきたいです。テレビは真実を語りません。ですからインターネットの中にある真実を真実の国民が発信しているツイッターやフェイスブック、ブログや動画など、そしてこのチャンネルさくらでも本当に貴重な真実の情報をたくさんたくさん流しています。どうかチャンネルさくらをご覧になってご自分の目でしっかりと真実を見極めてください。そしてアジアと日本のきちんと平和のために中国の脅威と共に戦おうではありませんか。それこそが私たち日本国民の神聖な責務だと思っております。皆さんご協力してください。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。今演説をしてもらいましたのは作家の水野美香さんでした。水野さんどうもありがとうございました。続きまして、評論家の三浦小太郎さんに、お話を伺いたいと思います。三浦さんお願いします。はい、三浦小太郎と言います。よろしくお願いします。もうあまり時間がないようですので、これまで電子の皆さんがほとんど本質的なことは喋ってくださったと思います。本日渋谷大通りの皆さん、もしよろしければそこに掲げられている旗、またそちらの、方に掲げられている旗、これをちらっとでもいいですから目を向けてください。南モンゴルの旗、東トルキスタン、ウイグルの旗、台湾の旗、そしてチベットの旗、これは全部国旗です。国の旗です。そしてこの国々の台湾はある一定の実権を持っていますけれども、この国から領土と人間の命と今民族として生きることもできないほどの虐殺を続けているのが今の中華人民共和国政府です。ここではっきり言えることを皆さんはぜひ認識してください。もし平和の敵というのがあるとしたら、それは中国共産党です。そしてこの平和の敵であり、また虐殺者である今の習近平、そして今回来日した李克強、この人たちは将来必ず人類の法廷で戦争犯罪人、デモサイトの犯罪者としていつか必ず裁かれるべきです。詳しいことはもう皆様もネットを見ていただいたり本を読んでいただければ分かると思います。イベントではこれまで中華人民共和国建国以降120万の人たちが犠牲になりました。ウイグルでは文化大革命の時に、モンゴルでは、内モンゴルというところでは本当にないモンゴルと言いますけど、文化大革命の時にモンゴル人であるというだけで殺されました。そして約1年前にはある牧畜民、モンゴルの牧畜民が引き殺されて、しかもそれに対してモンゴル人の命など軽いものだというふうに中国人のトラクターは言いました。これこそヘイトスピーチではありませんか。今中国がやっていることをウイグルにおいては、これもこれまで中華人民共和国建国以降何度もの核実験が行われ、しかもウイグル人たちにどれほどの被害があったのか全くその調査はされていません。もしも核戦争に反対する核兵器は良くないというんだったら、真っ先にウイグルにおける核被害について皆さんは抗議してください。私たちがこの日本は被爆国です、その通りですけれども、同時に東トルキスタン、ウイグルも漢民族による残酷な核戦争の被害者です。そして私たちが今この平和の敵に対してどう戦うかということが今一番の問題になっています。私は今李克強首相が来日して、例えば北朝鮮問題について話し合うこと、そういったことに関してはある程度やむを得ないところもあるでしょう。
外交の場で私のような一国民のように自由に何でもいいから言うというわけにいかないことは分かってます。ただ安倍総理にこれだけはお願いしたい、河野外務大臣にこれだけはお願いしたい。中国がこの民族に対する虐殺をやめないと私たちは中国の一帯一路政策には国民の怒りもあって協力できない。この一言を言ってください。なあ、そのためには皆さん国民がこのことを認識して声を上げてくださることが必要です。私たちはただ日本人が平和であればいいというそういう世界に生きているわけではありません。中国がこのように他の民族を次々と虐殺してきて一帯一路で世界に対して歯を唱えるようになり、次々と中国人の移民が世界を制覇するようになったら、この私たちの平和な生活も危ないのです。これを私たちの平和を守ろうと思ったら、私たちは平和の敵と戦わなければいけません。そのためには絶対に必要なものはたくさんあります。もちろん先ほど作家の水沢先生がおっしゃったように憲法9条の改正も自衛隊 の充実も必要でしょう。場合によってはそれ以上の軍備も必要でしょう。しかしもっと必要なのはスパイ防止法で中国のスパイをあぶり出すことです。私はあえて今、中国の共産党が、中国の共産党が彼らの野望を持って日本に対していろいろやってくることは、それは彼らの作戦でしょう。しかし一番問題なのはこの日本国内で日本人でありながら中国共産党平和の敵の味方をする日本人がいることです。これが一番深刻な問題です。この問題で私たちが今、例えば安倍首相に対してもちろん批判はいいんです。私も安倍総理に対して全部賛成してるんではありません。ただ安倍総理の顔をヒットラーのように描いたり、安倍総理は独裁者とかいう人に対しては一言申し上げたいですけれども、皆さんなんでその言葉を習近平に向けませんか。そうだ、私はああいう下品な似顔絵とかを描きたくはないから描いたこともないけれども、はっきり言ってヒットラーやスターリンやポルポトの似顔絵が一番ふさわしいのは誰ですか。習近平ではありませんか。このような事態の中で私たちが今日本でやらなければいけないこと、それはたくさんあります。まず皆さんできれば南モンゴル、内モンゴルですね、東トルキスタン、ウイグル、そしてチベット、そして台湾がどういう状態に置かれているか、どのように脅されているか、そのことを皆さん今夜インターネットでぜひ少し調べてみてください。ご存知の方も多いと思いますが、想像を絶するほどの悲劇が行われています。これに対して私たちは目をつぶるわけにはいきません。そういう隣人の被害に目をつぶっていたら必ず私たちのところにもそれは降りかかってくるんです。本当に平和なアジアを作りたいんだったら最低条件は中国共産党の打倒です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ただいまお話しいただきましたのは評論家の三浦小太郎さんでした。皆さんの訴え、皆さんに本当に響いて実は思います。今日ですね、こちらが私たちがやっているのは、多くの、アジアで中国共産党一党独裁政府、自由と人権を奪われ生命財産まで奪われにもかかわらず立ち上がって戦っている多くのアジアの友人の皆さん、そして日本の総合の皆さん、さらにの皆さん、こういう皆さんが今日立ち上がってアジアに自由と人権を、そしてアジアに本当の意味での自由と平和と人権を取り戻す、これを日本人が先頭に立って行っていく、こういう演説会を行っているわけでございます。続きまして、ではチャンネル桜の、番組のキャスターをやってもらってます、佐々木さん。思いませんか。とてもクールで
ごい透明な科学者だとかヒーローとして描かれていますが、そのたち前は中国の人も海軍とは貧しい絶対のような描き方をしていたんですよ。はい、大変だと思いませんが、世界で中国をめぐって何が行われていると思いますか。ハリウッドはアメリカの民主党の事件が絡んでいるところです。中国はその民主党政権と非常に仲が良く、そしてハリウッドにも投資をし、ハリウッドは今や巨大なマネーに侵されていると言われています。そしてチベットの精神的指導者ダライ・ラマ氏を長年の友人として擁護し、チベットの感情を訴えたハリウッドの名役者リチャード・ギア氏をハリウッドはほとんど追放状態にしました。彼は今有名な映画には全く出演することができません。これはチベットの不動産であり、チベットはそのものチベット人の心の中の一番大切なもの、ダライ・ラマという彼の存在を中国政府が消そうとしているからです。中国はチベットに対して何を行ったのか、ぜひここを歩く親の皆さん、まるで未来の日本のことだと我が子のように想像してみてください。中国の西側諸国、チベット、南モンゴル、シクル、昔は人々はみんなで踊り、とても平和的で朗らかな開放的な国でした。そして清らかな水が流れ、豊かでとても綺麗な緑が国を覆って豊かな、とても素敵な国でした。彼らはとても平和だったので、軍事力をこんなことがこの日本で起こったらどうなる。
これは台湾の風ではありません。中国は私たちの沖縄や中国の台湾、これを我が領土だと言っております。それで北海道に大量の移民を送り、今現在土地を買い占め奪い続けております。北海道の海岸線は彼らの計画で、北海道の海岸線は中国地方に全て買い占められようとしております。こんなことを私たちのメディアは真剣に全く報道しない、なぜだと思いますか？私たちの新聞、テレビ、多くのメディアに外国人が主に中国、韓国の株主が株を買い、そして CM 契約のスポンサーになり、そしてテレビや新聞の上層部に在日の方や大臣、新聞の人たちが入り込んでいるからです。親の方たち、こんな話は耳にあまりしまえかもしれませんが、これは現実なのです。どうかこの未来の日本を守るためにも耳を傾けてください。中国は AI や B が一帯一路というものを使い、今発展途上国と言われるところに人提供をし、ダムを作り、道を作り、港を作り、人たちを豊かにするよと、そういう政策をとっていますが、彼らの本心はそこに利権を作り、中国人労働者を置き、移民としてここに根付かせ、 AIRB が一帯一路で関わった国を乗っ取ろうとしているのです。そして中国は IT の世界でも野望を抱いています。皆さん AI というものを聞いたことがありますか？チェスや将棋で今 AI がプロの棋士たちを任したりしていますが、AGI という一つの分野ではなく、人間の営み全てに対して人を超える汎用人工知能というものを世界各国が利用して作っております。これが出来上がると、このコンピューターは勝手に進化し、この地球上の全人類の知能を超える日がやってくるのです。この AGI を作った国は世界を制覇できると言われています。絶対に中国主導の AGI などを作らせてはいけないのです。彼らが作る AGI は必ず中国共産党を生き延びさせるための AGI です。そして日本でそのコンピューターの分野で第一人者だった方は不可解な告発をされ、日本の AI コンピューターの発見が阻まれました。なぜ中国がここまで権力と軍事力を得たのか、それは私たち日本のせいでもあるのです。日本が軍を送った助けてくれと、この技術が欲しいと笑顔で接待され、そのいい日本人はそれに乗ってしまった。そして技術を頼んで迎え入れた中国人や韓国人がいつか環境スパイとなり、私たち日本の技術を勝手に国に持って帰った。それに対しての防衛が全く日本はできなかったのです。私たち日本も変わります。
この恥ずかしいビデオが出てきてもいいじゃないですか。日本のためにそのような恥ずかしいビデオが出てきたとき、私たち日本を愛する女はその政治家を日本のための行為だ、そしてこういう恥ずかしいビデオを出されたんだと思ったら絶対に守ります。政治家の方たちはそのぐらいの覚悟で日本を守ってください。そして私たち国民も中国の人は何かを得られると思ったらその人に本当に満面の笑みで近づいてきます。とても愛情のいい可愛らしい雰囲気の方がいっぱいいます。そしてしがらみを信じ何かを得ていくのです。そのようなしがらみを持った国民や企業ももう既にたくさんいると思います。しかしその方たちもいざ日本が危ういと思ったらぜひそのしがらみは捨ててください。日本を選んでください。私たち国民はもう彼らに対して甘い顔をしてはいけません。今日本の健康保険制度が外国人にも使えるとたくさんの医療ツーリスト、中国から海外旅行者または留学生または勤め先を求めて来ております。3ヶ月留学生やそして職を得たりした場合は私たちの健康保険制度が使える制度になっています。たった3ヶ月です。そして彼らは今あらゆる日本の病院に外国人患者として日本の健康保険制度を使って高額医療を受けています。私たちの健康保険証には顔写真が入っていないので留学生たち中国人たちが1枚の健康保険証を使い回しているという例もあります。そして私たちが本当に頑張って支払ってきた社会保険国民健康保険が食い潰されているのです。これに対して憤りを感じている国民は多いんですが、こういう制度が使える、それならば得をするならば使ってしまおう、こういう外国人が多いということを早く私たち日本は知って、さらに上の対策を取るべきなのです。私たちは日本人は今まで両親のもとにみんなでこの国を維持してきましたが、これから移民が増え、現在この状況にもたくさんの外国人の人が増え、それが両親で亡くなっている制度が通用しない時代が来ます。どうか皆さん想像してください。どん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 日本に移民が来て、そして混雑になり、そして日本人のマスク優しい穏やかな国がだんだんと大陸的な独立強食になっていくのです。その時私たちは日本人として通じるそのような温かい交流は彼らには通用しないとそう認識して、この日本は私たち日本人で守っていく、そういう強さをぜひ示してください。世界をの平和を愛するアジアの平和を祈る、そういう気持ちになれるのが私たち日本人、日本人ならできます。しかし彼らは目は臆病ですから、中国の人は力でマーカーを払拭するために制圧することしか考えられないのです。どうか私たち日本は強く立ち上がり、そして
皆さん、だんだん時間も迫ってまいりました。今からですね、一人ずつ頼んでますので、皆さん一言ずつ、そういう時間もありませんので、長くならないような形でお願いします。今彼女からの指摘がありましたように、私たちの国は本当に平和を守る、あるいは平和を作り出す、アジアに平和と自由を作り出す、そういう確固とした意思が問われております。本当に平和を作るためには私たちが強くなければダメです。どうだ、強い国になれなければ平和は実現しません。暴力とあるいは弾圧を国是としているような人民を何百万人、中華人民共和国は建国以来7000万人以上の非国民を殺してきました。そういう国と真正面から自由と平和を守るためには私たちの国が強い国にならなければならない。そうだ、この原則をもう一度思い出しましょう。日本の国の最終の神器という宝がございます。皇室につながっている流れでございます。一つは鏡、これは日本人の誠の心を表すものでございます。それから花束に象徴されるような玉、これは慈愛を示していると言われております。そして何よりももう一つあるのが剣でございます。これは日本人の勇気を示すものでございます。この戦後日本には慈愛とそして、真面目な誠の心があったかもしれないが、悪と戦う、まずいものはまずいと戦う強い心が足りなかったような気がします。そういう意味で、ね、アジアの皆さんと本当に自由と平和とそして人権を守り抜く、生み出すためにも中国共産党一党独裁政府と徹底的に戦っていく、そういう戦いをこれからも続けていきたいと思います。それでは藤沢さん、参加の皆さんに一言ずつお願いします。皆さんこんにちは。今アジアは大事な時に来てます。中国共産党、南沙諸島、台湾、尖閣、沖縄、日本の北海道、沿岸地域、中国には虎視眈々と並んでます。皆さん頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いいたします。皆さん、中国共産党一党独裁、我々の国と全然違いません。違います。絶対一党独裁の国に民主主義ありません。どうかチベット、ウイグル、アジアはみんなで守りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いいたします。20世紀は戦争が起きた戦争が2つありました。この2つの戦争で亡くなった方は5、6000万人と言われてますが、共産党による殺人は1億人を超えております。共産党というのは怖いんです。しかも習近平は中心、代表になってしまいました。今からあの国はジョージ・オーウェルの1984の世界になると思います。みんなで監視しましょう。ありがとうございました。お願いいたします。いろんな方がいろんなことをやめていただきました。まあ、半分にやりますと、まあ、問題になって、最後、ドラムレベルか、しないか、キューロン、それから、朝鮮半島、この支配者たちは、絶対、話し合いで解決しようだっていうのが、必ずありません。絶対に言うのことを、力が欠かせない。まあ、いいな。僕、いいことを言うのは、
行か知らない魔法か、あるいは国王と敵方のスパイで日本を弱体化しようとするものか、どちらかです。私たちは絶対にこの国を強くして、知らに、中国ってことは言えるんですけど、知らに対抗できるだけの力を持たないと、ありとあらゆる問題は解決しないです。何としても軍事を強くして日本は核武装しましょう。ありがとうございました。お願いいたします。皆さん、憲法改正、憲法改正、憲法改正。ありがとうございました。今日集まってきていただいた皆さん、ありがとうございました。李光耀さん、これまで虐殺によって殺された全ての人たちに謝罪してください。なあ、中国共産党は南モンゴルから出ていく、行け。皆さん力を合わせて頑張りましょう。ありがとうございました。今から日本には運気はいりません。ありがとうございます。中国共産党は自分の国で起こした事件、天安門事件でさえ受け取っています。真実を隠して日本の共産党だけを決めようとしています。それに対抗するには日本は強くなるしかありません。頑張りましょう。福島さん、僕は4年前に朝日新聞を読んでいて、突然この日本は本当に大丈夫かと非常に不安になりました。それで真実のこの国のありようを知りたいと思って、インターネットでずっと行って、ようやく三条の桜に巡り合いました。で、今は晩ご飯を食べながら三条の桜の番組を見て勉強させてもらっております。応援しますので頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ここにもらいます。水島社長が映画南京の真実、東編と中国共産党という映画をお作りになりました。ここに来ておられる方々、近くの市役所、両議員、そこに行ってですね、両英会を行ってもらうように働きかけてください。この事実を知ったら、日本人、私のような令和君も少し頭が冴えてきました。よろしくお願いします。大丈夫ですか？皆さん、パンダ外交をご存知だと思います。パンダは中華人民共和国の文ではありません。チベット自治区のものです。チベットから略奪して戦争で飼育して、パンダ外交でもって日本にも来てます。年間数億円の金を払っている現状です。テレビでいろんな局でもってパンダを映してます。あれは略奪行為の表れなんです。パンダを見たら中華人民共和国の恐ろしさを感じてください。以上、ありがとうございます。お願いします。八重山日光にあるんですけれども、9日李光耀首相と安倍総理の間で中華シャープをやることになったって書いてあるんです。で、私は中国に対して領土を国土土地を奪われては絶対いけません。
そのためにまた絶対に金で協力するっていうのは一番まずいダメなこと、安倍首相に安倍政府に皆様明日からでも猛烈にそのことだけは絶対やめてくれ、金の協力だけは絶対にやんないでくださいと皆さん抗議してください。これ李克強は金が欲しくて来たと先ほど牧先生がおっしゃいました。文在寅もそうです。文在寅との間も通貨スワップの話がきっと出てくるでしょう。通貨スワップは絶対やっちゃダメです。皆様大声で政府に言ってください。金の協力だけはやっておくれんからもしダメ。ありがとうございました。お願いいたします。私は学生時代に、現防衛大の校長の国分行政氏の講義を慶応義塾大学で受けました。彼はその時慶応義塾大学の法学校政治学科の教授で中国に関することを教えていたのですが、私は彼からウイグル中国共産党がウイグルチベット南モンゴルを弾圧しているという話を聞いた記憶はありません。卒業後に納得しました。おかげで学生時代の合唱団でそんなことを知らずに日中友好なんて言って中国に演奏旅行に行ったりしました。そんなこともあったりしましたが、本当に学校などできちんと中国共産党の番号を教えてほしいと思います。また国分行政防衛防衛大教授の校長は本当に国防のために励んでいただきたいと思います。私たちもできることをしていただきます。お願いします。ありがとうございました。お願いいたします。40年前に日中友好を結んだわけですが、中国が豊かになれば民主が去る、その当時新聞テレビは言ってました。でもだから逆です。中国共産党は数千万人を虐殺し、数千万人を餓死させました。まだに全てはウイグル南モンゴルで人権弾圧虐殺を進めています。こんな中国と領土長くいてはいけません。中国共産党と全員何度戦うべきです。以上です。ありがとうございました。お願いいたします。皆さん、日本は北朝鮮、韓国、中国に向けてのただで出す ATM ではありません。ただの1円も公金を支出しないように略奪、侵略、恫喝、脅迫には切迫しないで戦いましょう。ありがとうございました。お願いいたします。ベテランの日本中の皆さん、南モンゴル、チベット、東トルキスタンの悲劇は対岸の火事ではありません。明日は我が日です。なぜか南モンゴルにしても東トルキスタンにしてもチベットにしても戦わないってあなた戦争してないんです。戦わずして死んじゃったんです。ほとんど民族絶滅の危機に倒れています。なぜ戦争行為が国際法的に足りないか、なぜか、なぜこれが戦争の行為として、これが問題解決の行為として戦争が認められているか、やっぱ考えてください。ありがとうございました。安倍政権と自民党へ残虐な植民地支配と世界支配を計画している中国共産党の人材委員長に絶対協力するな。以上です。ありがとうございました。お願いします。短くてお願いいたします。日本共産党は人民兵という人民兵器による戦略での沖縄の戦略を今すぐやめろ。中国共産党は人民
長が職員会議の方がこれからも応援していきます。ありがとうございました。ありがとうございます。日本は一日も早く深いこの基本を制定してください。今の日本には5万人以上の競技試合の機会があります。南北朝鮮の力を持っています。今日本がこんなに出現てしまっているのは機会がたくさんいるからです。一日も早く機会交渉を設定してください。それから機会を捕まえる感染者も作ってください。以上です。日本人はとても、優しくて思っておりますので、やっぱり一番、ね、東アジアで頼りになると思いますので、憲法を改正して一命同盟を復活してですね、頑張っていけばいいんじゃないかと思います。ありがとうございました。お願いします。中国は中国、台湾は台湾、日本もですね、台湾旅行法を制定しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも皆さん、私たちの人並みの運動は単に演壇に立つ人間だけが演説を一方的に打つわけではございません。それぞれの思いで、参加していただいた皆さん、それぞれがアジアの自由と平和、人権を願う多くのそれの国民の皆さんが立ち上がってくれました。そしてそういうそれぞれの意見を、発表する、まあ、こういう先日はどうも失礼しました。役に立たないです。いわゆる左翼と言われる安倍政権打倒を叫び、中国に何も言わない左翼の人たち、人権民主党やあるいは国民民主党、社民党、共産党、日頃の人権や、人権人権と言いながら、決して中国国内というよりも中国の植民地、その過酷な野蛮な支配、民族浄化、虐殺、人権弾、こういったものを一言も言えない日本の野党と呼ばれる政治家たち、そして自民党の中にも親中のと言われる人々、日本にはこういった金と権力に弱いそういう人たちが残念ながら満ち満ちています。あれで全てが解決できる、あれさえあれば幸せになれる、こういった戦後の思いはまさに軍事力と金と力で人間は動かすことができる、そういった中国共産党一党独裁政権のそういう思いと通ずるものがあるんじゃないでしょうか。そういう中で私たちは今、ミナミモンゴルの皆さん、ウイグルの皆さん、チベットの皆さん、台湾の皆さん、多くの皆さんと共に私たちはアジアの心の戦いを行っています。金や軍事力で全て人を動かすことができる、そんな
中国共産党一党独裁政府の唯一論、そして金沢を女に簡単に動いてしまう戦後の私たち日本人の一部の皆さんと言います。一部の皆さんと言いますが、多くの皆さんが実はその体力に侵されている、そういう中で私たちの戦いはまさに日本の魂の心の戦いを行っている。アジアの魂の叫び、私たちが自由と人権、平和を叫ぶのはまさにそのことでございます。金や軍事力では決して動かない。しかしそれを実現するためには、私たち自身が汗と涙と、そして時には血を流す覚悟を持った強い日本を未来の子供たちのために作り上げて、私たちが強くなることが実はアジアの平和と自由、こういったものの実現に向かった道筋がある、そのことを確信して本日この街頭演説会を行わせていただきました。それでは、2020年台湾オリンピック台湾生命推進協議会幹事長台湾研究フォーラムの代表の永山秀樹さんから一言と、プレコールを、お願いします。本日は、中国という覇権主義国家の李克強が日本に参りました。それを機に今中国がデビモンゴル、ウイグル、チベットといった諸民族を植民地支配し、さらには台湾侵略、北太平洋を制覇、日本の独国化を目論んでいる。こういった状況について黒く糾弾する諸民族全体の大学集会をやってまいりました。それ最後に皆様のために政治コールを政治コールを行いたいと思いますので、ご協力をお願いします。政治コール、中国の植民地政府が南モンゴル人を解放するぞ。植民地支配に励んで南モンゴルの人々と連帯するぞ。日本人はチベット民族を解放するぞ。日本人はウイグル民族を解放するぞ。日本人は中国の植民地支配に励む諸民族と連帯するぞ。日本人は中国の台湾侵略を許さないぞ。私たちの頑張れ日本全国行動委員会の集会では、最後に私たちの国の国歌君の代を斉唱して、終えるわけでございます。この山に向かって脱帽の上、戦争に行き着いて、の斉唱をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
ました。以上でアジアに自由と人権を、中国の人権弾圧民族浄化抗議、この集会を終えさせていただきます。本日は寒い中、3月上旬の気候だったそうでございます。皆様ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。以上で、終了させていただきます。本当にありがとうございました。南モンゴルの皆さん、台湾の皆さん、多くの抑圧された、そして侵略の危機に対処するアジアの本当に自由を求める皆さん、参加ありがとうございました。